ャンプで作れば女の子にモテるモテ飯、今回はデザート、デザートいちごのクリームチーズボール作ります。おお、作ります。週末アウトドアキャンプデザート始まります。あんまりキャンプでこうデザートのイメージがないんですけど。あ、本当、まあ、今回はまあ男であんまりこう、はい、スイーツ食べないんですけど、はい、そんな人でも簡単に作れる、はい、おいいですね。はい、もう作ります、ね、簡単に作る大事ですからね。大事ですね、はい、はい、まずははい、ホットケーキミックス。ホットケーキミックス、もう使いかけ丸だしもうこれ使っちゃえば、うん、もう大体、はい、だってこれをさ水に溶いて焼けばいいんだから、うんうんうん、美味しいの間違いない、そんな美味しいのできるわけだから、はい、最終的にはボールの形にするってこと。ボールの形にします、うん、これぐらいの量かな。いちごも旬ですからね。綺麗ですね今ね、うん、今だよね、いちごで。結構あのホットケーキとか作る場合はドロドロにするけど、うん、そうですね。そう、今回はまとめたいんで、あ、少なめに。そう、結構あのね、なんだろうな、まとまる感じに、あの耳たぶぐらいというか、うん、耳たぶ、はい、もう一個違う表現よく言わない。耳たぶぐらいの硬さに言いますけど、ちょっと不便ちゃいます。そうだよね、ちょっと二十歳の私からしたらそれはちょっとそうだよね、受け入れないです。まあ、耳たぶってもよく分かんないもんね人それぞれですからね。そうだよね、私結構柔らかい方ですけど、うん、うん、結構硬、ね、そうですね。そうだよ、そうだ人によって変わっちゃうもんねそうでしょ、だから別の言い方をそろそろ考えなきゃダメだよね、はい、何でかな。今のあのこの あれどうですか、スクイーズね、スクイーズ、おっさんわかんねえな、スクイーズ耳たぶはみんな持ってるからね、そんなこと、その場で確認できるから、ね、私もうちょいなんで、ね、あ、混ぜながらね、そういうことね。そうスクイーズ持ってくるのね、大変ですから、キャンプ場にね、はい、大きいですから。まあ、スクイーズが俺イメージ浮かない検索、こんな感じ、こんな感じ。あー、なるほどね、はい、うんうん、ちょっと固まりやすいというか、そうまとまりは、うん、うんうん、で、まあ、もうちょい混ぜるんですけど、はい、でいちごをね、うん、使うわけです。はい、いちごも あの、うん、火入れるとね、うん、ちょっと甘みが増すんで。おで、これあんまり大きくしちゃうと、はい、丸くした時にね、まとまんないんで、うん、ちっちゃめで、うん、ざく切りですね。ざく切りで、お好みでね、はい、ちっちゃく切ったスクイーズとかも入れても。そんなん行けばへんやがな行けばへんがな関西が来たスクイーズは食べ物ちゃいますがな。関西が来たぞ。で、ちょっとこう打ち粉をして。なるほど、そうもう中に入れ込むんですね、いちご。そう、入れ込んで。あ、食感楽しみですね、中にいちご入ってるって。お、あの、そうね、あの水分が多いから、うんうん、ちょっとジューシーで。なんかいちご大福とかやと、うん、で丸ごと入ってるみたいなのよくありますけど、うんうんうん、こうやってちっちゃく入ったんが中に入ってるってあんまりイメージないですね。そうでしょ、うん、で、あの、まあ、手汚れるんで、あの真似される方は、うん、あの密閉袋、あ、ね、みたいなポリ袋とか、はい、ああいうの中でやったりとかすると、あのすごい簡単に、もっと簡単にできます、うん、それかその後手洗うかどっちかってことですね。あ、そうだね、それが簡単かもね、うん、手洗うのが一番これ大きさは別にもうちょっとちっちゃくしたりしても、ちっちゃくしてもいい、これ別にない、うん、もう本当にだ、これこそ本当にお子さんと一緒に作れる、うん、楽しくね。そう1,2,3,4 あんまできなかったな、5つぐらいになっちゃったな、うん、まあいいか、まあ、そんな大量に食べるもんじゃないしね。そうですね、うん、締めに、そう締めにちょこっとね、うん、そう意外とこう甘いのってね、お酒に合ったりするから。あ、そうですね、そう意外とね、あの男性もね、うんうん、ご飯食べ終わった後焚き火見ながらまったりするときにちょっとチョコつまんだりとか。あ、いいっすね、そういうのもあるので、ちょっとビターなね。そうよし、OK です。じゃあ手を洗ってきますか、ね、はい、手を洗うことでいきますねでは、焼きます。お、焼きます。ここ結構肝心じゃないんですか。なんで焦がしちゃったらもうえらい。あ、まあ確かにね、火加減。そうじっくり弱火で、うん、なんかちょっと出番あれば呼んでください。わかった、来たら言うわ絶対呼んでくださいよ。来なかったら言わないわこやんやつやんやつじゃないですか。すごい
りな。二十歳ってゲーム機は何が子供の頃あった？Wii U。 Wii U って今年出たやつじゃないの？今年ってそりゃ大げさでしょ。 Wii U 小学校の頃とか、小学校 Wii U で、 DS も 3DS が私ら主流ですね。あーそう。どんなゲーム機使ってました？ファミコン。ファミコンね。ファミコンですよ、うん、あの 赤とベージュの、そう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 、って入れるんだよ。何それ、知らん。何それやってから差し込む。ごめん、何それゲームですよ。もうピッピッてボタン入れたらもう。じゃじゃ、ディスクでしょ。ディスクですらないのか。データ、うん、データもう入ってないぞ、ないぞ。あー、もうそんなカセットだから。カセット差し込んでスタート押すと画面が変なになったりするのよ。あ、ホコリがちょっとなんか、そうそう、そういう時はパチって切って、はい、抜いてってやってもらっての。やってるんですか。みんなやってたんだって。そう、みんなやってたの、それを。でもなんかこれも楽しめそうですね。もう私なんかもすぐ始まってしまうから、うん、そう、まあまあ確かにね、ここ楽しそうですね。そういう遊びでもあったのね、うん、でもね、その任天堂とか、はい、ゲーム会社の人に言わせると、はい、このふって吹くとさ、その椿がさ、うーん、そのつくから絶対やめてほしいよ。でもあの頃の子供はひどいやつ舐めてたもんかい。まあ変なのが嫌ですからね、うん、絶対絶対良くなかったんだよあれ。でも当時はね、そんなネットもないから、うんうんうん、調べる術もないからさ、うんうん、みんなやってたよ。試行錯誤の上これで。そうそう、ふふってやってた。だ、攻略本とか買ってたもんね。あー、それは共通ですね。攻略本あんの？あるある、あります、あります。まあ、もちろん調べるのもあるけど、うん、あのポケモンとかのね、あるんだ。分厚い図鑑とか持ってましたわ。へー、じゃあこれを焼きますよ。はい、焼いてください。うん、この時にジューって言っちゃうと焦げやすいんで、 あんまり厚みは出さない方がいいんですかね。そうだね、でもまあでもね、これぐらいに柔らかいとね、自然とこう、たらーっと、あ、たらんと、うん、じっくり、はい、焼きます。いやー、Wii U か。CD は買ったことある？あー、レンタルちょいとするぐらい。買うってあんまり CD 買う？買わないですね。CD は買うんだよ。バカみたいに買ってたよこの世代。そうなの、ウォークマンで全部、何ならもうスマホでいきますから。スマホでダウンロードしたり、うん、ネット環境でだよね。うん、そうですね。テープなんか知らないの？カセットテープ。ラジカセ。馴染みないですね。A 面 B 面。いいね、それ。C 面？ C 面はない。え？ A 面。たまーに出ちゃうんだよテープが。あ、それ。鉛筆差し込んでこう、クックックック。何それ？いいんですか？5本。5本これやっていいの？なんか伸びちゃうの、ずっと聞いてると。ああ。そう。ビヨンって出てきちゃうんだよ。ああ。うん、心電図みたいなことですか？全然違うと思うな。想像してるのが全然違うと思う。こうやって言うから、なんかあの映画のさ、昔のさ、はい、映画ってさ、フィルム映画ってさ、こうフィルムがこうブラーって回ってるの、あれの超ちっちゃいバージョンみたいなのが、あーあーあー、はい、なんとなく、そうで、こっちに巻いてあってさ、逆にも巻いてあってさ、うんうん、でこれがこう上の方が出てて、でそこで読み取るんだよ音。あー、これが伸びちゃってさ、ビヨンって出ちゃうんだよ、そのテープ。あー、だからセロハンテープの残り際みたいな。全部違うんだよな。全部なんか途中まで同じ道歩いてる気がするんだよ。でも出口出たら全部違うんだよな。セロハンテープ行きましたけどね。セロハンテープの残り際ではないんだよな。あれ辛いじゃないですか、セロハンテープ。いや、ないんかやるんかい、どっちやねんっていう。最後の方ってことでしょ、うんね、そんな感じですね。それもわかるんだけど、また全然違うんだよな、言ってるのと。どんな感じですか？あのね、こっち面だけちょっと焼けてきた。A 面だけ？そう、そう、A 面だけ。今 B 面を。B 面がちょっとね。そう、B 面をじっくり焼いてるよ。あー、いい感じで焦げてきた。ほんとですね。うん、焼き目いい感じ。そうか。CD、ついに CD も知らない世代が。できたんすね。だレコードとかも知らないし、あ、こういうやつか、ピー
上げて下げて、あそう針をね、はあ、そう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 、うん、なんかおしゃれな喫茶とかで流れてるイメージはあります。だレトロなものってことでしょ。もうレトロという認識です。古いもの、ね、ちょっとこれ、あーあーちょっと溶けたかな。あでもいる、まあ、うんうん、ふわっとするまでお餅みたいになった。あいいですね。くっついちゃう、あくっついちゃうんだよ、ね、うん、もうちょっと水浸したらいいってことですか。そうかもしんない。これね、うん、ちょっと難しい。まあまあでもね、うん、だいたいあの美味しくできる、うん、友達と何して遊んでたの子供の頃。そこはでも共通ちゃいます。本当あのこれあやとり。いやーやあるんだあやとりって今、はあ、そうなんだ。それと私は漫才とかやってましたよ小学校の時。ああそう、うん、目指してたからね、うん、なんか笑ってはいけないよパロディ版自分らでやってきたり休み時間笑ってはいけないをやってたもん。そう中島アウトを言ってでお尻ちょっとポンってやってたら先生怒られてダメですって言ってそんな暴力は言いましょうって言って。へえ、それは笑かそうとするんだ周りの、うん、もうで笑かし感度感ですよ私なんか。したらみんなお尻をポンってやる。ポンってでそれを先生見られてダメだよアウトみんなアウトみんなアウトだった本当のアウトが来た本当のアウトなんかあのなんていうのテレビ見てそれを真似するみたいなのが、うん、もうないのかなって思ってたんだけど。ありましたね。意外とあるんだね。ありましたね。今でも結構ほら家にテレビない若い子とか多いし、ね、スマホで YouTube で。そう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 いう話は多分嬉しいと思うよおじさん世代は。そうてしかもテレビをおじさんキラー目指してるテレビ作ってる世代は。あマジか、うん、私はもうテレビっ子なんで今もでほんまに今大学通ってますけど、うん、大学の友達持ってないっていう子多いですね。テレビ持ってない、はい、スマホがあれば何も見れるもん。いや私は納得いかないですけどねテレビ大好きなんで。今ちょっと媚び言ったよね正直もなんで私本当もう家ついたことない。家ついたらもうテレビつける。そうだよね。テレビ世代はみんなそうだもんね、うん、常につけてるよね。つけ、うん、ついてないとねなんかシーンとなって、うんうん、違和感ですよね。大好きですテレビわざとらしいんだよな。どうですか媚びがこれはもう本当あの季節に応じてその時に旬の野菜と、うん、野菜じゃないわ、うん、果物を。そうそうそうその時に旬の果物を入れて。どんなんが合いますかね。ベリー系は結構合う。ブルーベリーでもいいし、 あ、 い、ね、あとキウイとか。あ、うん、パイナップルは。パイナップルも絶対合う。 OK。 そしたらインドから来た方にも喜ばれそうですね難関がありますね、はい、難関すごく難関難関がありますけど、クリームチーズ大好きで。大好きです。あ好き大好きです。たっぷりお願いします。もうねいろんな料理につけるんだけど、うん、スイーツとの相性もいいっていう。うんうん、あ思ってたよりたっぷり。そうたっぷり。あでもそんなくどくないですね。クリームチーズいっぱい食べてもうん爽やかだし、うん、結構ね私カレーで胃もたれするんですよ。すごい弱いねそうそうなんですよカレーで胃もたれするの。あとブランコも酔うしね。それ関係ないでしょそれ関係ないこと言わないでくれ、はい、すいませんちょっと4週目になってちょっときつないですか結構怖いですよメンタルきますよ。あの慣れてきて当たりが強くなるそしたらミント。ミントすぐ行こうとするねミント好きなんですよ。蜂蜜か。蜂蜜ハニーハニーパー。あ、確かに硬いね。ね、硬いです。両手で行きましたっけ。おもっと細く出るイメージだったんだよ、ね、ぶっとーくしっかり、うんうん、あ上手ですね。さすがいいんじゃないか。で仕上げに、はい、ミントミントミントです。ミント好き。ミント好きなんですよ。特にチョコミントね。あーわかる大好き。なんかさチョコミント嫌いな人っているよね。今歯磨き粉って言うでしょう、うん、信じらんないよね歯磨き粉の中にチョコミント入れてるか思うんですよ私。はい、できました。うわ見た目も鮮やか。ミルクボール。さあそれではいただきましょう。いただきましょう、はい、スイーツ。どうかな。いちご、いちごに、いちごに当たるかな。あ、当たった。あ、当たった当たった当たった。ちょっとちょこっと
すいません、はい、はい、いただきます。うん、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。あ、ちょっとクリームチーズ最高ね、うん、ちょっと焦げたかなと思ったけどサクサクで香ばしくてね。そう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 、生地がでも中はふわり、うん、めっちゃいい。そう、簡単でしょこれ、うん、このいちごの大きさも良かったですね、うん、このぐらいの、そう、うんうんうん、あ、本当に生地が美味しい。やった、うん、でクリームチーズを乗せることによってさらにね、うわ、甘さが増してめっちゃ美味しい。今回あの手伝ってもらわなかったっていうのが一番大きな勝因だったかもしれないけど、帰ろうかな。ね、楽しくここまで来たのに。いやでも美味しいね。美味しい。よかった。焼き加減見ましたからね、私。あ、その大事だったね。はい。うん、よかった。見ましたから。え、これなんか私正直このクリームチーズたっぷりのせてくださったんですか、うん、なんかちょっとくどいんかなって思ったんですけど、うん、何個でもいきますね。そうなのよ、あっという間に1個。最高。いや、もうちょっといちご入れてもまあいいっちゃいい、ね、そうね。でもね、入れすぎると今度水分が多すぎて、はい、まとまんないっていうジレンマがあるから、る、ね、もっと食べたい場合は仕上げに、はい、上にいちごをのせる、うん、あ、いいですね。これはねほぼ失敗しないんで。あ、そうなんですね。ちょっとホットケーキミックスが美味しいから大事ですね。そうそうそう、使いかけでも大丈夫です。そう、使いかけでも、うんうん、で違うスイーツ、違う果物か、そうね、楽しみですね。そう、やりたいですね。スイーツの果物を入れて、うんうんうん、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、美味しい。美味しいですね。今回判定は、あ、確かに、あ、これはだってもう寄せたんだもん、スイーツに。これはね、モテ度 390%。 いやー、もうよくわからん。ミクだけにサンキュー。なるほど、うまい。いや、うまくはない、うまくはないけど、まあまあいけてる、まあまあいけてる、まあまあいけてる、うん、でもほんまに、あ、もらないですから私、ほんと正直もなんで。390ポイント。よかった。これでもマイナスになってくることもありますからね、ここから。はい、さらにキープお願いします。モテ度キープで。わかりました。はい、これフルーツ変えるのでポップアップアップはダメですよ、また違った料理も。あのさ、なんでさ上から来んの、すげえ。グイグイ行こう思ったらもう俺がオーディションされてる気分だわ。次回頑張ります。はい、お願いします。はい、気に入られよう。私こそ。動画ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また今回は新しいアシスタントの、新しいアシスタント、道祖人です。あ、すいません。食材を調達に行くということで、そうですね、レッツゴー。はい、大丈夫かな。今でもね、右手の感覚ないもん。冷った。これで料理作りますか。ここで今回の外飯の食材をゲットします。え、それってあの食べなかったらなし、食べない。そうです、なし。マジですか。はい、行こう。うわー、来た来た。え、